はい、皆さんこんにちは、ルカタです。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介する商品はこちら、アクションアーミーガスブローバックガン AAP01 アサシンジャパンバージョン、日本仕様注入バルブ内部パーツのジャパンバージョン。はい、スペックですけれども、全長が 230mm、 重量が 650g、 インナーバレル長が 129mm、 重量が 2100g、 これはカラーマガジンを含む状態です。素材はナイロンファイバースチール亜鉛合金その他となっております。パワーソースは HFC134A を使用してください。相談数は23発、可変ホップアップ搭載、中高サイトはフロントとリア両方についてます。アウターバレルは 14mm 逆ネジ仕様となっております。で、左右対応ボルトキャッチということでね、スライドストップは両側ね交換、左右のね交換可能となってます。左右組み替え式セーフティーボタンということで、ここ、よいしょ、この向きがね両方とも入れ替えが可能みたいですね。で、左右組み替え式のマガジンキャッチ、これも両側からどっちからでも変更が可能となっております。で、発射モードはセミオートフルオートの切り替え式となっております。カラーはブラック、フラット、ダークアースの2種類となります。このスライドではなく、ボルト部の前後可動でブローバックするスタームルガーマーク1タイプのブローバック可動により、比較的低気温での作動も期待できます。インナーバレルは固定式を採用し、ブレを抑え命中精度を高めております。バレルの先端はこれ 14mm の逆ネジになっているので、これ今ねカバーがされてますけれども、サイレンサーとかをね、付け替えることも可能です。アウターバレルはこの形式ではブローバック稼働しないので、バレル先端にサイレンサー等の重量が加わってもブローバック作動に悪影響を及ぼさないということもねあります。フロントサイトとリアサイトはですね、就航の蛍光サイトがね、搭載されておりますので、非常に、ちょっとねカメラだと見づらいかもしれませんが、見やすくサイティングできるものになってます。はい、でホップアップはボルト引いてもらって、この中にね、ダイヤルがあるんですけれども、こちらの方で調整してください。セミフルがね、切り替え可能ということで、このボルトロックするとここにね、レバーがあるんですけど、これを左右でね切り替えてもらうと、今これでちょっとね、フルオープンしてるかな、いきます。ちょっと冷えるよねきついかな、まだ、まあここでね、やることにはなるんですけど、今またセミオートにして、はい、という形で切り替えが可能です。それでは実際に打ってみたいと思います。はい、シューティングレンジやってまいりました。弾速の方を測っていきます。 79.2 78.61、 それではねターゲット打っていきます。はい、ちょっとねフルオートに切り替えて、あとね、温めてきました。さすがにちょっとね冷えすぎちゃってフルオートいけないんで、行ってみます。はい、とシューティングレンジから戻ってまいりました。打った感想面白いちゃんとね温めないとね、まだちょっと基本的に厳しいかなって、冷えちゃうともう全然元気ない。あの一発一発ぐらいだったら打てるんだけど、やっぱ続けて打つとなるとちょっと温めないと厳しいかなと思います。スペアマガジンが別売りで一応2980円で、出ているんですが、これまた別売りなんですけど、マガジンガスルートパッキン U01-013 っていうね、税込み780円のパッキンをね、東京マルイさんのガスブローバックハンドガン G17 用のマガジンに交換組み込みすることで、このアサシンに使用できるようになっちゃうというね、ものもございます。ということは、マルイさんの50連とかも使えるわけでフルオート50連ね、ちょっと切り替えがこの中でしかできないですけど、そういう楽しみ方もね、あるのかなと思います。皆さんもぜひ使ってみてください。はい、今回ご紹介したのはアクションアーミーガスブローバックガン AAP01 アサシンジャパンバージョン。ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。